ストップ。もう進んじゃダメ。前を見て。前。お、あそこら辺が灰色で植物も枯れてるみたいだ。空気にも灰のようなものが漂ってるし。うん、鳥肌が立ったぞ。それがシーキさ。旅人、僕はこれからシーキの内部に入る。中にはシーキの病変があって、それを破壊できればこのエリアを救えるんだ。ありがとう。でも君はこれを処理したことがないし、無理だけはしないで。元素力を持っていたとしても中に入るときっと気持ち悪くなる。もし耐えきれなかったら外に出て休んでて。何しろこれは命に関わるからね。さあ行こう。まずは地域を維持してる枝を探そう。盤石。よくできました。すべての枝が処理できたから、これで地域の腫瘍を処理できるよ。天道、ここにあり。今だ。地域の腫瘍を破壊して。君が助けてくれたおかげで、こんなにも早くここを正常に戻すことができたよ。ティナリー、そう言ってるけど
なんだか冴えない顔だな。え、そんなにわかりやすかった？わかった。説明するよ。最近、地域の出現頻度がますます増えてきてさ。さっきみたいに地域を除去しても、間もなくまた新たな地域が現れちゃうんだ。僕の仕事が増えただけならまだ良かったんだけど、地域はウリンのあらゆるところに影響を及ぼしてるんだよね。例えば、さっきはこのエリアを正常に戻したけど、だからといってエリア内の植物がみんな生き返るわけじゃない。実際植物の数がかなり減ってる。この変化は植物に関わる動物たちにも影響を与えるだろう。結果、ウリンの生態系が不安定になりつつあるんだ。それに地域の状況が深刻になり始めたことで、コレイのマリン病もどんどんひどくなってきた。え？なんでそうなるんだよ。具体的な原因はまだ突き止めてない。でも数日前、教練員の知り合いから手紙をもらったんだけど、彼によれば多くの患者たちも同じような状況らしい。僕の知る限りないな。地域は数千年もの間スメールに存在している。それに地域はこの世界の深いところから生まれるんだ。世界樹を知ってる？世界樹は僕たちが踏みしめているこの大地の奥深くにある。生物学的な意味の木じゃないけどね。まあ大きな木が逆さに生えているとでも考えてもらえばいいかな。地脈は知ってるだろ？あれは世界樹の根みたいなもので、地下を縦横に走り、深くて広大な空洞から地表まで伸びてる。地脈はこの世界の記憶を吸収し続け、世界樹には古代から現代に至る世界のあらゆる情報と知恵が詰まっている。創神が知恵の神と呼ばれるのも、彼女の意識が世界樹とつながっているからだ。創神の力は世界樹の力の現れとも言える。実は地域が現れるのは世界樹が病気になったからなんだ。うん。遠い昔、僕の先祖はマハールッカ・デバータ様の眷属からこのことを聞いた。けどその神秘的な精霊たちも世界樹の治療方法までは知らなかった。僕たちレンジャーはおそらく長い間地域に立ち向かわないといけないだろうね。さあ、話はこのくらいにしておこう。もうやることも済ませたし、ガンダルバー村に戻ろう。ナグサのリン。ティナリさん、おかえり。お疲れ様。君たちがこの前見つけた地域はもう片付けたから安心して。ん？それはまずい。ハイパシアだ。ティナリ、いきなり駆け出してどうしたんだ？この迷彩帳はハイパシアの緊急メッセージを届ける鳥なんだ。ハイパシアって名前を覚えてる？君たちが前に会ったあの学者。おお、あいつがどうかしたのか？っ
手紙を読んでみるよ。急に変な顔してどうしたんだ。オイラにも見せてみろ。曲がりくねった線が3本だけ書かれてるな。説明するよ。あの日ハイパシアのところから君をガンダルバー村に連れてきた後、彼女は再び瞑想し始めた。そして彼女が目を覚ました時、つまりさっき、彼女は3日ほど何も口にしてなくて、食料を用意するのも忘れてたから早く助けてくれって書いてあるんだ。ずっとあそこに座ってたのか。ってそれよりなんで3本の線からこんな多くの情報がわかるんだよ。こんなことが前にもあったからに決まってる。前回は5本の線だった。まあいいや、あの時のことは思い出したくない。ハイパシアはそれほどひどい状況じゃないはずだ。でも早く様子を見に行った方がいいな。僕の非常食を代わりに持って行ってあげてくれる？え、オイラたちがか？でもハイパシアのところにはパラハームがあるだろう。こいつまた気を失ったりしないか？これを嗅いでみて。どう？感じは。あれ、もう大丈夫なのか？本当か？ティナリ、なんでこいつが治ったのを知ってるんだ？地域の片付けを手伝ってくれた時、彼は草元素の能力をうまく扱えてただろ。だから大丈夫だって判断した。君たちに世界樹の根についての話をした時、君はそれが幻覚とよく似てるって思っただろ。そう、あれは幻覚じゃないけど、この間嘘をついたことを謝るつもりはないよ。なぜなら君が見えるものはスメール、さらに全世界にとっても極めて重要なものだからだ。僕の先祖はマハールッカ・デバータ様から大いなる恩恵を受けた。僕たちは彼女と共にこの国を守ると誓ったんだ。だから僕は君がスメールに信頼に値するかどうか見極める責任があった。でも君の行動は尊敬に値するものだった。だから僕ももう君には秘密にしておく必要がないと判断したんだ。実はあの時、君の意識は世界樹とつながってた。君が見たのは世界樹の記憶だ。まあ詳しくはハイパシアに聞いた方がいいよ。瞑想もパラハームも君と同じことをできるようにするためのものだからね。けど本当に答えてくれるのか。初めてあいつに会った時、オイラたちとは一言も話したくなさそうだったぞ。それは特殊な状態だったからだよ。修行中はなるべく他の人と話しちゃいけないんだ。ここでちょっと待ってて。はい、ハイパシアへの弁当、これで彼女を助けてあげて。それからこっちの食材も彼女のところにお願い。この封筒は僕がハイパシアに書いた手紙だ。これを彼女に渡せば君たちの疑問に全部答えてくれると思うよ。いいんだ。こちらこそ、この数日間はいろいろとありがとう。ハイパシアはまだ洞窟にいるんだな。早くあいつの状況を確認しに行こうぜ。ハイパシアのことはよろしく頼むよ。僕はコレーに薬草スープを作らなくちゃ。さっき取ってきたサウマラタハスは新鮮なうちに薬にして飲むのが一番いいんだ。安心してよ、薬を飲めばコレーもきっとすぐ治るから。
品の収穫は素晴らしいな。食事も。ここにいたのか。あれ、ハイパシアじゃないか。どうなってるんだ。お腹がすいた。寝相けど、今の状態じゃすぐには食べられないよな。先に外で水を飲ませてやろうぜ。また急に外が暗くなったみたいだぞ。どういうことだ？外に出て確認しよう。はあ、お腹が。
暗算八九。しっかり立ってな。捕まえた。やっ、どの目が出るかしら。三。周りの景色が突然変わったのか？Thank you.
剣女盤石信頼カード三。天理チョーク岩山八九地雷八女落差の凛やっとやかかれ終わりでせし難攻不落三はぁだな。一体どうなってるんだ？なあ、どうしたんだ？なんだか不安そうだけど。
霹靂先陣。しっかり立ってな。旅人、また会ったな。アビスの使徒だ。おいお前ら、この変な空間で陰謀を企ててるんじゃないだろうな。変な空間、陰謀そんなことはまだ知る必要はない。渚のリン、はびこれ。剣道万象、捕まえた。急がっと。どの目が出るか邪魔をするな。やってよ。は岩山八九。はっ、付き合い。もう止められない。しっかり立ってな。いや、はびこえ。終焉の審判。天道、ここにあるよ。三。全然勝てない。なんでだ。これまでこいつらとは散々戦ってきたのに。旅人よ、これまで数えきれないほどの危機を乗り越えてきたとしても、いずれ運は尽き、己の無力と弱さを思い知るがいい。妹ハハハハ、旅人よ、お前は真相をまだ見抜けていないのか。それとも現実とは向き合いたくないか。姫様はとうにお前を捨てた。お前の存在は姫様にとって目障りなのだ。お前の探す家族の絆などもはや存在しないのだ。お前の旅は全く無意味なもの。
だがもう悩む必要はない。なぜなら今日がお前の命日だからだ。ティナリのお友達だったのですね。ごめんなさい、先ほどはご迷惑をおかけしてしまって。いいところに助けに来てくださってありがとうございます。それにこんなにたくさんの果物まで。いや、この果物たちはオイラたちじゃないぞ。入ってきた時すでにここにあったけど。それでオイラたち不思議に思ってたんだぜ。周りにこれほど食べ物があって口元には果汁もついてるのに、一体どうやって空腹で倒れたんだろうって。あら、そうだったんですの。あ、わかりました。ということはきっと私の隣人が来てくれたんですわ。隣人？ここには他の人も住んでるのか。もしかしてあなたもご覧になれるんですの。オイラたちが前見たあの奇妙な生き物をさっきここで見かけたのか。それに変な夢を見た。うー、不思議すぎだろう。でも旅人さんは嘘をついてないと思いますよ。私も同じように人見知りの隣人を驚かせたことがありましたもの。安心なさって、彼らは悪意など持ちません。あなたに夢を見せたのはただ早く逃げられるようにです。ハイパシア、お前の隣人、あの小さな生き物は一体何なんだ。私も彼らの名前を知りません。ただ分かっているのは彼らが宗神様と深い関係にあるということだけ。なぜなら私が初めて彼らを見た時、それはちょうど私の意識が世界樹とつながった日だったのです。瞑想から目を覚ましたあの時、私は流れ込んできた知識のせいで頭がクラクラしていて動悸までしていました。そして突然洞窟の入り口に小さな姿があることに気づいたのですわ。私は好奇心でそちらへ歩み寄りました。きっと彼は私が近くで動き回るのに慣れていたのでしょう。警戒心は全くなくて楽しそうに自分のやっていることに専念していました。私がひざまずいて彼を見ていると、彼はふと私には彼が見えていると気づいたのです。
それで？そして私は夢を見ました。気づいたら彼はもういなかった。もう二度と現れないと思いましたけど、数日後にはまた近くで姿を見かけましたわ。それに他の仲間たちもいました。感じるのです、彼は前よりも私を恐れなくなったと。でもまさか私を助けに来てくれるなんて。ええ、そうですわね。あ、そうだわ、ティナリからの手紙に世界樹についていろいろ聞きたいと書いてありましたけど。すみません、果汁をたくさん飲みましたのにまだお腹がペコペコみたいで。ティナリが用意してくれた弁当は落としちゃったし、ハイパシアに何かいいものを作ってあげようぜ。オイラもお腹空いたしな。話は後にしよう。そうだな、鶏肉のスイートフラワー漬け焼きと大根入りの野菜スープとかどうだ。この2つはオイラたちの得意料理だからな。わあ、食べたことのない外国の料理ですわ。楽しみです。実はティナリが最後に来てくれてからまともな料理を食べていなくて。もう出来上がったのですか？私料理が苦手で、あなたたちの作った料理をいただけるなんて本当に幸運ですわ。外金はまた別料金。できた料理をティナリから渡された弁当箱に入れよう。うわぁ、いい匂いだな。この弁当見栄えもなかなかだ。ティナリからの手紙にもありましたし、ご自身でも語っておられましたが、パラハームを初めて嗅いだというのに世界樹とつながれるなんて驚きましたわ。私は確か3年ほどかかったかしら。それでも教令院の学者の中では天才と呼ばれるくらいなのですよ。これができないまま一生を終える学者もいるんですからね。それでなんでこのお香は人と世界樹をつなげられるんだ？パラハームの主な原料はマハールッカ・デバータが創造した植物ですから、創神様の力に対する私たちの認識を刺激してくれるのですわ。創神様の力の根源は世界樹です。つまり私たちは彼女の力をお借りして地中の奥深くにあるものの片隅を垣間見たということ。大丈夫ですわ、スメールにしばらくいらっしゃればきっと理解できるはずですから。うん、わかった。でもこいつは長い間植物の匂いが苦手だったんだけど、それはなんでだったんだ？それは彼の特殊体質によるものでしょう。歩行によって創神様の力に対する感知が過剰に刺激され、何らかの乱れが生じたのです。それでパラハームの成分に似た香料の匂いを嗅ぐと体がストレス反応を起こしていたのですわ。でも
心配はありません。今のあなたはもう大丈夫です。まだ宗神様の力に敏感かもしれませんが、特定の瞑想をしない限りパラハームがあなたに影響を及ぼすことはありませんから。はあ、それはよかったぜ。正直に言うと、あなたの感知能力が本当に羨ましいわ。たとえ一生動悸や頭痛に悩まされるとしても、世界樹とつながることができるのであれば一向に構いません。おお、そんなにこのことに夢中なのか。仕方ありませんわ、学者ですもの。私は教令院メイロン派のものです。主に星空と地上運命の関連性について研究していますわ。星空にはあまりにも多くの解けない謎が秘められています。ですので私は全知の世界樹に問うことしかできませんけれど、私の感知能力には限界があり、世界樹を見つけられないこともありますし、感知によって精神を壊されないという保証もありません。私の今の修行段階はサティアワダライフと呼ばれています。スメールの多くの学者はこの段階にとどまり、世界樹の探索中に発狂してしまいました。世界樹には神の知識が秘められており、能力のないままに触れれば心がそれに耐えられないのだと賢者たちは言います。ですから自分の精神を安定させるため、また他の人を巻き込まないようになるべく一人でしています。世界樹から知識を得るのってそんなに危険なことなのか。ハイパシア、お前はそれが怖くないのか。怖いに決まっておりますわ。特に月明かりもなく虫の鳴き声も聞こえない夜なんかは。でも最近は近くに小さな隣人が住んでいると知りましたから、そこまで怖くなくなりましたの。彼らが見えるようになったのもきっと宗神様のご加護を受けたからです。知恵の神の使者なのに人に夢を見せる力があるなんて、おかしな話ですわよね。なんでだ？この不思議な生き物に結構ぴったりだと思うけど。だってスメール人はほとんど夢を見ないんですもの。え、そうなのか。ええ、スメールで夢を見るのは子供だけ。大人たちは見られないようですわ。賢者によれば知恵はすなわち理性けれど、夢で見たものは理性に欠けて一貫性がないそうですわ。そうですの、夢の中で人は常に自身の悩みを抱えているのです。賢者の考えではスメール人は夢を見ません。なぜなら知恵の神であるマハールッカデバータの恵みによって、人は夢の中にある愚かな妄想から解放されたのですから。私はスメールの学者の家に生まれました。幼い頃から両親は夢を見なくなった時が大人になった時だと私に教えてくれましたわ。私は一生懸命勉強して教令院の生徒になり、研究員になりました。そしてやはり私も二度と夢を見なくなったけれど、あの日私が驚かせてしまった彼は私に夢を見せてくれました。夢の内容は忘れてしまいましたけれど、突然子供時代に戻ったかのようで、本当に不思議な感じでしたわ。子供時代の私は本当に無知でしたけれど、恐れることは何もなかった。もしかして夢は思ったより悪くないのかもしれませんわね。あ、今後もしスメールシティに行くなら、こんな変な話を他の人に話さないでくださいね。笑われてしまいますから。わかったぜ。ところでハイパシア、こいつが世界樹のところで見てきたものに何か心当たりってあるか。申し訳ないけど今のところ思いつきませんわ。でも世界樹で見たものが存在した記憶だというのは確実なことです。世界が私を忘れて、一体どういう意味でしょう。今のサティアワダライフの段階を突破してパリプーナライフにたどり着けたら、その意味を理解できると思いますわ。もし
今後ここを通りかかるときは私に会いに来てくださいな。礼などいいのです。あなたたちは私の命の恩人ですから。それにまたあなたの料理を食べられると思うとワクワクしますわ。ハイパシアの安全も確認できたし、知りたいことも聞けたし、そろそろガンダルバー村に戻るか。戻りになりますか。また何か聞きたいことがあればいつでも。私の隣人が見せた夢とはいえ、夢の最後は確かに少し不気味でしたけど、心配なさらなくとも。現実ではスメール人である私は夢を見ませんから、こういうことに悩まなくて。もうお戻りになりますか。またスメールの学者たちはパラハームを使って世界樹とつながり、その中からあなたが見たものの正体については私にも。いつか私がサティアワダライフを。もうお戻りになりますか。森にいる子供たちはよく精霊のようなものについて、まあ両親のしつけが厳しかったという理由もあるかもしれませんけど、あまり他の子供たちと遊べませんでしたの。おそらく今でも父と母は私に隣人がいてくれることを信じてくれませんわ。あ、そういえば隣人はティナリが来ることを事前に予測できたようでしたわ。木の下で遊んでいたのに急に警戒して逃げ出して、するとほどなくしてティナリが現れたことが何度もありました。今度この件をティナリに聞いてみましょう。もうお戻りになりますか。また何か聞きたいことがあればいつでも私のところへ来てくださいね。ええ、またこの近くを通りかかるときはどうか会いに来てくださいね。喜んでお話ししますから。ティナリ、その断り方は肝心な点を避けてると思わないか。地域を片付けるのがレンジャー長であるお前の仕事だってことはわかるさ。でもそれじゃ根本的な問題解決にならないのはお前にだってわかるだろう。カジェ様はお前がスメールシティでできることは世界樹が治るかどうかに直結してるとおっしゃってるんだ。どこに断る理由がある。気性の荒いやつだね。こいつの言い分を聞こうじゃないの。ティナリには教令院に戻るようお願いに来たんであって、敵にするために来たんじゃないだろう。カジェ様直々にいらっしゃったというのに申し訳ない。僕はただのしがないレンジャー長で、カジェ様のようなチロン派の大物学者のお役に立てるとはとても思えない。ほっほっ、この前お前さんが手紙で自分の恩師を拒絶して
正論派の賢者であるあいつの面目を粉々にしたから、わしがあいつの代わりに来てやったまでよ。なるほど。先生の性格なら自ら来て僕を罵倒しないと気が済まないと思ったけど。ティナリ、お前さんの恩師もこのプロジェクトに参加した。あいつには今お前さんの力が必要だ。カジェ様、先生は僕に何をしてほしいの？スメールシティに行けばわかるだろうさ。何日かかる？まだわからん。つまりカジェ様直々にガンダルバー村までいらっしゃったにもかかわらず、前に手紙で先生に尋ねた全ての質問にはお答えいただけないと。もしそうなら恐縮ではあるけど、僕も行きますとは申し上げにくいかな。ティナリ、お前。はあ、もういいよ、行くとしよう。別に。教練員の人は僕にスメールシティに戻って手伝ってほしいことがあった。僕はこっちの仕事が忙しいから断った。ところでハイパシアの方はうまくいった？ああ、少し紆余曲折はあったけど今は元気だぞ。オイラたちもたくさんのことを聞けた。ならよかった。体も回復したんだから君たちをガンダルバー村に引き止める理由はない。ここからはスメールシティに向かうんだろ？ああ、クラクサナリデビに会って聞きたいことがあるんだ。ティナリ、彼女に会う方法を知らないか？申し訳ないけどあの方に謁見する方法は知らない。それじゃあスメールシティに着いたら彼女のことを誰に聞けばいいかは知ってるか？そうだな、スメールシティにいた時間は長くないから知り合いも研究員がほとんどなんだよね。こうしよう、紹介状を書いてあげる。僕の知り合いの正論派研究員に聞くといいよ。彼は多くの情報を持ってるから。それに君たちがスメールシティに入るときあるものがもらえるはずだ。あんまり役には立たないかもしれないけど試してみなよ。おお、何がもらえるんだ？アーカーシャ端末ってやつだよ。教練員がマハールッカ・デバーダ様が残した遺産を利用して作ったツールでね、スメールを知恵の都市にした礎だっていう人もいるくらいだ。使い方は教練員の人が教えてくれるから僕は出しゃばらないでおくよ。よし、それじゃあ準備してスメールシティに出発だ。でもその前に。その通り。ティナリ、コレイにはまだ大事な話があるんだ。あいつの様子はどうだ？うん、良くなったよ。長い間横になってたから近くを散歩に行かせた。北の分かれ道に向かうのを見たよ。君たちがもうすぐ行っちゃうからそこで君たちを待ってるんじゃないかな。ありがとう、ティナリ。それじゃあオイラたち行くよ。うん、じゃあね。旅が順調であることを祈ってるよ。コレイならガンダルバー村の北の分かれ道だ。そこへ行けば彼女を見つけられると思うよ。安心して、彼女の面倒は僕が見るから。何とかして地域の変化とマリン病の関連性を一刻も早く突き止めるよ。コレイならガンダルバー村の北の分かれ道だ。何か大きなプロジェクトが進んでいるらしい。僕の先生も参加したみたいだ。だけど今はウリンの様子が芳しくないし、コレイの面倒を見る人も必要だ。だから僕はガンダルバー村を離れるわけにはいかない。それに
教練員の職位や名誉なんかには興味ないしね。先生が直々にここへいらして僕を責めるってことがない以上、僕の助けが絶対に必要だってほどじゃないはず。この前手紙の文面がやたら丁寧だったのには慣れなかったけどね。これならガンダルバー村の北の分かれ道だ。うん、さよなら。道案内なら任せてよ。だな。う、いや、今は行ってらっしゃいって言うべきかな。これいい。ここで待っててくれてありがとうな。オイラたちこれからスメールシティに行くんだ。うん、安心して。しっかり体を休めて病気を治してみせるから。それにいつも発症するわけじゃないから心配しなくていいよ。それとごめんな、最初病気のことを教えられなくて。お前たちには同情されたくなかった。平等な友達でいたかったんだ。でも友達にはやっぱり真心で向き合うのが一番大事だよな。これいい。謝る必要なんかないんだ。むしろオイラたちが礼を言うべきなくらいだぞ。昔のことを教えてくれてありがとな。お前の体が心配なのはもちろんだけど、それは単なる友達への心配だ。うん、ありがとう。あ、そうだ、これをあげるよ。なんだこれ。ピタのレシピだよ。この前書き写してあげるって言っただろ。字はあんまり綺麗じゃないけど、笑わないでくれよ。うわー、やったー。これでこれからはあの美味しいやつをいつでも味わえるんだな。食べるときはガンダルバー村での楽しい時間を思い出してくれたらいいな。それじゃあ見習いレンジャーコレイ、二人の旅が順調であることを祈る。またガンダルバー村に遊びに来てくれよ。お前たちの旅が順調でスメールシティで宗神様に会えますように。よくなったよ。明日からはパトロールチームに戻る。しばらく師匠と一緒に地域を片付けるのは難しいと思うけど、他の仕事には最善を尽くすよ。そうだ、もし近いうちにアンバーに会うなら病気のこと黙っておいてくれる？過去のこともマリン病のこともアンバーは知ってるけど、最近病状が深刻になったことはまだ伝えてないんだ。アンバーに心配をかけたくない。もし必要があるときは自分から言うよ。あ、わかったよ。お前たちの旅が順調でスメールシティ師匠が料理できるっていうのはそんなに不思議なことなのか？師匠の料理の腕はなかなかだよ。まあ味は普通より薄いけど、師匠の舌と鼻は敏感だから香料はほとんど入れないんだ。前回ピタを作るとき
っかり調味料を入れすぎちゃったんだけど、師匠はずっとくしゃみしてた。まあ、舌足らずな師匠に、お前たちの旅が順調で、スメールシティで宗神様に会えますように。うん、またちゃんと遊びに来てくれよ。口には出さないけど、師匠もきっとお前たちが来るのを楽しみにしてるから。全員揃った。